ここは寄居の駅ですね。寄居に来ました。若い子だから、カツ丼を紹介したかったんだけど、はいはいはい、今そう、お休みなのよ、日曜祭日ご休みなの。そんなに美味しいですか、今井さん。あんまりね、ないのよね。蕎麦行きますか。蕎麦、一番近い蕎麦。千葉です、蕎麦。蕎麦屋。蕎麦屋ですね。カツ丼です。昭和のスターみたいな。なんか古いな。そばがきの天ぷらです。そばがきの天ぷらにしてるな、味だね。ねえ。髪なし。それなんか天ぷらってちょっとフリッターみたいな。ああ、はい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 。こんな感じ。そばっていろいろ、そば以外にも調理方法があるんだね。あ、そうです。いろいろあるんですよ。この白いのがレモン。レモン。この黒いのが入ってるのはなんだろう。ごまです。ごまか。ごま、多分。で、これが普通のノーマルのおそばですね。普通なんですけど美味しいんですね。美味しいですね。弾力もね、すごい。ね。弾力強い。